2019年5月7日、古民家活の家、最後の朝ごはんです。じゃーん、今日はこれ、こんな感じです。なんかね、残り物の,の朝ごはんっていう感じ、まさに。<laughs> はい、これはね、小松菜卵焼きと、これは、いただいた、豚ロースの山芋、人参、野菜巻きですね。それと、 きゅうりのインスタントサラダに大根とキャベツの漬物にスーパーフルーツトマトで残っているしょぼろットはいそれに昆布付き玄米ご飯に本当に味噌を溶いただけの文字通りの味噌汁です結城のねちょっと美味しいお店屋さんで買ったお酒のあてにいいっていうねそれがもうほんのちょっと残ってたのそれをといてみましたはいこんな感じと牛乳 はい。残り物だけど、なんか異常にリッチ、通常の私の朝ごはんよりリッチな感じ。と、なんとね、今日は厚揚げを焼いてたんですが、アソダラ見てる間に真っ黒に焦がしてしまいました。ということで、それはなし。はい。えー、ね。ですが、リッチな朝ごはんになりました。皆さん、10連休、どんな風に過ごしてましたか私は言ったように、連日、連日の楽しいゲストをお迎えして、 すっかりちょっとね、ややお疲れで昨日早く寝てしまいました。はい。新しい気持ちでね、今日から始まりたいと思います。はい。それでは皆さん、今日も一日元気に過ごしてください。私もこれを食べて頑張ります。はい。いただきます。ハインカ風の家、和田もごんでした。